Hi everyone, welcome to my channel. My name is Momo. こんにちは、お久しぶりです。Momo です。今日もいつもの What I eat in a day、 一日食べたものを全部紹介していきたいと思います。ちなみに私が YouTube にいなかった間、新しいレシピ本を書きました。それについて今日は話したり、あとは最近やってることをアップデートしながら食べたものを紹介していきたいと思います。So let's get started. 朝はいつも通り起きてヨガの練習をした後、スムージーで一日を始めました。スムージーはいつもと同じレシピなんですけど、最近は凍ったバナナを多めに入れて少しアイスっぽくしています。これ夏にすごくおすすめなので、スムージーに多めの冷凍バナナを入れるっていうのもぜひみんなやってみてください。すごく美味しいです。はい、でスムージーを飲んだ後、食べた後はお弁当を作りました。彼が最近お弁当毎日持って行ってるので、今日は日本食で餃子とか、あとは野菜炒めとかブロッコリーの茹でたものとかを入れて、持たせました。あとおやつも毎日一応持たせています。今日はオートミールのクッキーを食べたいって言ってたので、これが新しいレシピ本に入ってる一番私のおすすめのクッキーレシピなんですけど、 The Best Chocolate Chip Cookies っていうやつです。すごく今までの作ったクッキーの中で一番なので、ぜひみんなも作ってみてください。レシピ本は下の概要欄に貼っておくので、ぜひぜひチェックしてみてください。はい、で朝ごはんはスイカを最近食べ始めましたね。3日に1遍ぐらいスイカを買っていて、あんまり毎日はまだ買ってないんですけど、そこまで美味しくないので、今回は久しぶりに当たりのスイカを選べましたね。はい、そんな感じで、これからはもうちょっとスイカのシーズンがになってきたら、本格的なスイカのシーズンになってきたら毎日食べると思うので、 YouTube の What I Eat in a Day ビデオには毎回登場してくると思います。はい、で最近一番ハマってる朝ごはん、スイカを食べた後は普通の朝ごはんを食べていきます。これはソイヨーグルトですね。豆乳でできたヨーグルトです。あとリンゴとバナナとブルーベリーとオーツを合わせるのを最近の朝ごはんで毎日食べています。実はそう、最近学生になったんですよね。学生になったので、今はオンラインで授業を受けているので、勉強をしながらこの朝ごはんを食べていくことが多いです。オーツ麦はロールドオーツよりクイックオーツを使うのをおすすめします。あとは好きなフルーツを入れていくといいと思います。私はいつもバナナとかブルーベリー、ラズベリーも入れたり、たまにストロベリー、イチゴとかを入れたりしていますね。もうその日の気分で好きなフルーツを入れたり、ナッツを入れたり、ドライフルーツも混ぜたりしています。あとはオートミールのおやつのローボールスとかをお腹に入れてもすごく美味しいので、ぜひぜひ試してみてください。あとリンゴと豆乳ヨーグルトのコンビネーションは本当に美味しいと思うので、ぜひぜひやったことない方やってみてください。そんな感じで、そう、最近新しいレシピ本を書いたり、学生になったり、あと結婚もしたので、そういろいろ生活が変わったんですけど、まあ変わってはいないんですけど、いろいろ新しいことがハプンしています。でレシピ本はですね、オートミールを使ったすべてグルテンフリーで本当に美味しいレシピが50個入ってるデザートレシピ本なんですけど、そう、ぜひみんなにチェックしてもらいたいので、今だけセールをやっていて、あとプレゼント企画もやってるので、インスタグラムの yoga.with.momo でいろいろ調べてみてください。はい、で、おやつはオレンジに最近ハマっています。オレンジもよく食べています。で、お昼ご飯は今日はラザニアを作りました。こういうラザニアとかを作ると次の日彼のお弁当箱に入れやすいので、そう、ラザニアとかあと餃子とかを作ったりすることが多いですね。はい、赤玉ねぎとセロリとナスとかズッキーニとかを油で炒めていきます。ここにトマトペーストとかを入れて混ぜて、あとはスパイスとかも入れていきましたね。なんか適当にその日の気分で入れています。でこれは私が一番ドイツに売ってる好きな大豆ミート、大豆じゃないのかな、オーツミート、オーツでできたなんちゃってお肉なんですけど、これも入れています。これは元からいろんなハーブが入ってるので、イタリア料理とか作るときにすごくおすすめです。ここにトマト缶を入れて混ぜて、これでトマトソースの出来上がりです。あとはホワイトソースも作っていきます。ホワイトソースには私の一番好きなビーガンバター、ビーガンブロックっていうやつなんですけど、アリシャンオーガニックに売っています。日本でも買えるビーガンバターです。これに小麦粉とかを入れて、あとオーツミルクを入れて、でラザニアレイヤーにしていって出来上がりです。チーズを上に乗せて作りました。でバジルも乗せたんですけど、こんな感じで美味しいラザニアが出来上がりました。
これはですね、お弁当にもすごくいいし、あと夜ご飯で作ることもすごく多いのかな。今日はお昼ご飯で作ってみました。で、夜ご飯は赤レンズ豆とご飯を食べたいなと思ったので赤レンズ豆を作ったんですけど、ちょっとスープっぽくなっちゃいましたね。オリーブオイルで玉ねぎとかトマトとかニンニクとか生姜を炒めて、その中に赤レンズ豆を入れていきます。赤レンズ豆はね、体にもすごくいいし栄養たっぷりなのでおすすめです。ここに野菜ブロスを入れて、であとは塩コショウで味付けをする感じですね。これの詳しいレシピは下の概要欄に貼っておきます。はい、でレンズ豆を作ってる間にサラダを作りました。今日はきゅうり、ドイツのキュウリは日本の5倍ぐらいの大きさなんですけど、キュウリとかトマトとか小ネギとかパプリカを使ってシンプルなサラダを作っています。ドレッシングは Cooking with Momo のレシピ本、私の最初のレシピ本に載っているので、それも今セールをやっているので興味ある方はチェックしてみてください。そう、オートミールスイーツっていうのが私の2回目の今回新しく出したレシピ本なんですけど、それは全部スイーツのレシピになっています。1つ目の Cooking with Momoのレシピ本には、普段私が食べているものが全部載ってるレシピ本、100個レシピが載っています。なので2つ違うレシピ本なんですけど、興味ある方はぜひぜひ両方ともチェックしてみてください。あとはですね、最近レシピ本を書いてる以外にボイシーっていう音声配信も始めました。ラジオみたいなやつなんですけど、それも毎日更新してるので、概要欄にリンク貼っておきますね。一番更新率が高い今の私の SNS です。はい、anyways、サラダを作ったら、ちょうど、赤レンズ豆も出来上がったので、ご飯と赤レンズ豆を一緒に、乗せていきます。これは別々のボウルに乗せてもいいし、上にかけちゃってもどっちでもいいと思うんですけど、そう。あとは本当はこんなスープっぽくなくて、もうちょっとドロッとしてるはずだったんですけど、お水を入れすぎちゃいましたね。はい。味は変わらないので、普通にいつもと同じでご飯の上に乗せていきます。ちょっとカレーとかハヤシライスみたいな感じかな。はい、栄養豊富でタンパク質も豊富なので、タンパク質を多く摂りたい方とかにもすごくおすすめのレシピになっています。さっきも言ったようにレシピは概要欄に貼っておきますね。あとこの上にパセリとかバジルとかでもいいんですけど、好きな、ハーブを乗せてみてください。あとナッツとか入れるとすごく美味しくなります。あと黒胡椒とチリもすごく大事です。はい、出来上がりです。今日の夜ご飯は赤レンズ豆とご飯の上にナッツとかパセリとかを乗せて、あとサラダと一緒に食べました。これも本当によく作ってるので、ぜひ赤レンズ豆とか食べたことない方は一回は試してみてください。で、夜ご飯食べ終わった後は、最近私がハマってるこのクラッカーを買いました。これは新しく出てきたやつなんですけど、すごく地味な、あんまり味濃くないんですけど、ハマってるので、ドイツにいる方はレイウェイで買ってみてください。あとは朝作ったクッキーの残ったやつを少し夜映画を見ながら食べました。そんな感じで今日の What I Eat in a Day はこれで以上です。Thank you so much for watching. I hope you enjoyed it. これからも結構たくさん更新していきたいと思ってるので、よろしくお願いします。Bye guys!